私は小学校の高学年から中学校まで学校に行ってない時期があったんですけれども、その学校行ってない時にいろんな人たちがそのいろんな立場や知識や経験を生かして、まあ、なんとかその人たちの助けを借りて、まあ、高校に行くことができたんで、まあ、そういう人たちみたいに専門的な知識を生かして人を助けられるようになりたいなと思って、その中でもその放送という法律っていう知識を生かそうと思ったのは、学校に行くようになって初めて受けたその社会のテストがちょうど法律の関係の問題があったんですけれども、それでたまたま学年1位取れて、それがすごい嬉しかったっていうのがあるので、まあ、法律の知識を生かせる放送がいいのかなって思って放送を目指しました。あまり学校には行けないし、予備試験もう延期になっちゃって、一人でどうにかしよう、どうすればいいんだろうってコロナの中になっちゃったんですけど、やっぱそれは、まあ、みんな多少なりともなるかなと思って、その中でどうすればいいのかなって考えた時に、このまま勉強のやる気が出ないなって思って、もう勉強をやらなくなる人、もしくはここでもうみんなやんないからもう差をつけてやろうって言っていっぱい勉強やる人って、この2つに分かれるかなって思ってて、僕はもう何が何でもそのどうしても勉強頑張るぞみたいな人に入りたいと思って、こうしないと受かんないなっていう気持ちを落ち込んだ時とかに思い出して、なんとかモチベーションを保っていました。継続する力っていうのがすごい大事だと思いました。法律の勉強っていうのはすごい範囲が広くて、一つのことをしてたらまた一つのことを忘れるみたいな繰り返しというかいたちごっこみたいな感じになるんですけど、それでも着実に着実にこう一個一個進んでいけば、忘れるやつがちょっとずつ減っていって、最終的には合格に必要な力が身につくのかなと思います。で、まあそれとの関連でやっぱ継続することを諦めない力といえばいいのかちょっと分かんないんですけれども、まあ、その継続する力と、まあ、忘れたとしてもあまり気にしない諦めない力っていうのが大事だと思いました。あと1点あるのが、完璧を目指さないということが僕は大事だと思っていて、大学受験とかの答案だったらやっぱりセンター試験とかだったら8割とか、二次試験でもやっぱり得意な科目は結構8割とか取りたいし、取らないと合格できないみたいな感じなんですけども、司法試験の問題っていうのは本当に難しくて、で合格ラインっていうのも実は思ったより低くて、論文の答案でも5割半分ぐらいの得点があれば全然合格できる範囲なんですよね。でそれにもかかわらず完璧を目指そうとしてすごい量の勉強をしてたら、いつまで経っても司法試験の勉強っていうのが終わらずにパンクしてしまうので、合格できる範囲っていうのをちゃんと見定めて完璧を目指さないように勉強を続けていくっていうのが大事だと思いました。予備試験っていうのは一般的には5月に担当、7月に論文、10月に口述っていう各時期に分かれて試験があるんですけれども、目の前の目標っていうのがその司法試験に比べてすごく近くなるので、自分が今何を勉強しなきゃいけないかとか、その近づいているからちゃんと勉強をやんなきゃいけないなっていうそのモチベーションの管理のためや、あとはその試験の結果を見ることによって自分が今どの立ち位置にいるのかなっていうのが分かるっていうのが大きかったので、まあ、予備試験を受け続けました。大学の授業っていうのは、まあ、教科書とかが指定されて、まあ、それをもとに授業とか進めたり、まあ、それを使わないで授業を進めたりっていう先生とか、まあ、いろんな授業があるんですけれども、なんだかんだ言って教科書とかあんまり使わなかったり、結構学期ごととか授業ごとに買うっていうのは高いんで、まあ、僕は2年生の初め前期までは買ってたんですけど、もう後期からは全然買わないで、その伊藤塾の講義を聞いて定期テストを受けて、まあ、大体真ん中よりちょっといいところから、まあ、結構いい成績の間を大体取っていたという感じですね。学部の授業でしたら伊藤塾の基礎マスターをもう聞くだけでも他の、大学の学生たちよりかはもう知識が全然つきますし、もうそれを聞いて定期テストとか期末試験を受けるだけでも、もう成績はすごく周りの人に比べて良くなるので、まあ、非常に役に立ったなと思います。まあ、大きく2点ありまして、1点目はやっぱりその同じ司法試験を目指す仲間っていうのが、まあ、法科大学院の中で作れるっていうことがあります。やっぱり勉強は一人ではやるもんではあるんですけれども、どうしてもその勉強のモチベーションっていうのがなくなった時とか、ここがわからないなっていう時とかに勉強のモチベーションを上げてくれる人たちとか、あとはそのわからないところを気軽に聞けるっていう人たちがいるっていうのは法科大学院に入ってよかったなって思うところですね。もう一点っていうのが、法科大学院の授業はその実務科の先生とより接する機会っていうのが多くて、その実務科の先生と知り合うことによって、実務で出てどんな仕事をしているのかとか、どうやったら試験に
かるのかとかいう、そういういろんな話も聞けますし、まあ、美味しいご飯とかにも連れてってもらったりとかして、まあ、そういう実務家の人たちとのつながりができるっていうのもいい点の一つだと思います。法科大学院の授業っていうのは司法試験できるあの科目の知識っていうのは入った上で、それをどう活かすかとか、あの細かいところとかを聞いていくっていう授業とかが割とあります。なので、基本的な知識っていうのが入ってないまま法科大学院の授業を受けようとすると、そこを入れるための予習と、また授業の予習、そしてそれらの復習とかを全部しなきゃいけなくて、もう全然回らなくなってしまうんですよね。なので、法科大学院に入る前に伊藤塾の基礎マスターの入門講義とかを聞いて、基本的な知識を入れた上で法科大学院の授業を受けると、その大学院が求めている前提の知識っていうのはもう十分に得得しているので、その授業の効果っていうのを十分に発揮できて、まあ、相乗効果ですごい法律の知識が高まったなと思います。伊藤塾の講義はまあ基本的に全部受けたものが良かったなと思ったんですけど、特に良かったのが司法試験論文過去問マスターと言われるものがありまして、まあ、名前の通り司法試験の過去問について講義をしてくれるものなんですけど、まあ、やはりその司法試験に受かることが直近の目標としては大事なので、その過去問を分析するっていうのは非常に大事だと思います。この講義ではその司法試験でどのぐらい書かなきゃいけないのかっていうのをすごく注目して指導してくださって、司法試験の問題っていうのはすごい難しいので、書けない部分っていうのはどうしても出てくるんですけど、この講義だと必要なことと必要じゃないことの取捨選択っていうのが非常に明確になされているので、その司法試験に合格するという点においては非常に役に立ったと思います。僕は今のところ弁護士を目指しているんですけれども、弁護士になって何をしたいかっていうのは、先ほど言ったように、まあ、困っている人を専門的な知識で助けたいっていうところが強いんですけれども、じゃあ困っている人っていうのはどんな人かって考えた時に、いろんな立場でいろんなことで困っている人がいるのかなって思います。そうすると、ある特定の分野をしたいっていうよりかは、とりあえずいろいろな分野をしていろんな人を助けていきたいっていうのが、まあ、目標で、まあ、そういうのをうまくできるようになるのを楽しみにしています。司法試験っていうその名前を聞いただけのイメージだったら、皆さんすごい難しい、日本で一番難しい試験みたいな印象とかがあると思うんですけれども、実際はそうでもなくて、ちゃんと勉強をして試験地に向かってちゃんと試験で受験番号を変えて答案を書ければ、結構受かりやすい試験だと僕は思っています。受かったからこう言えるっていうのはちょっとあるかもしれないんですけれども、さっき言ったように継続したり諦めない心や完璧を目指さないっていうところをやっていければ、決して難しい試験ではないですし、司法試験に受かったら裁判官、検察官、弁護士っていろんな職業を選べますし、弁護士って言っても皆さんがイメージしている裁判所でのいろんなやり取りをするって以外にもいっぱい仕事がありますので、本当自分のやりたいことができるすごい楽しい仕事だと思います。なので皆さん頑張ってください。